どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、木星の嵐と雷の仕組みを解明化というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。太陽系最大の惑星である木星は、木星を周回して直接現地調査を行う探査機ジュノーの貢献もあって、今やその詳細な姿が明らかになっています。先日投稿した動画内でも、ジュノーが撮影した木星の最新超高画質画像を紹介するんですけど、その画像では木星の嵐などそういった表面の構造がこれでもかというほど詳細に描かれていて、とても美しいものとなっています。その木星の美しい画像を紹介する動画は今再生中の動画の終了画面もしくは概要欄にてその URL を記載しておくので、興味がある方はぜひそちらも合わせてご覧になってみてください。木星の表の姿がかなり明らかになってきたとはいえ、木星の内部の構造については未だ多くの謎が残されています。そこで、カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、木星の大気の構造を解明するために、ハワイにあるジェミニ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡、そして、探査機ジュノーが収集したデータを用いて、木星の観測を行いました。地上にあるジェミニ望遠鏡では、赤外線を用いて木星の内部の熱放射を観測することができます。熱を持つ物体というのは電磁波を放射しています。物体が高温なほど放射する電磁波の波長が短くなっていって、例えば恒星の表面のように数千度から数万度程度の温度にもなると、人間の目にも見える可視光線を放つようになります。そして私たちの体も、その可視光線を放つような恒星の表面みたいに熱くはないので、目に見える光は放たないんですが、ただそれよりも波長が長い赤外線という電磁波を放射しています。木星の表面はこの人間の体温と比べても圧倒的に温度が低いので、赤外線は放射してないんですが、ただ木星の内部はそれよりも暖かいので、人間と同様に赤外線を放射してます。このように木星を赤外線で撮影することによって、木星の内部からの熱放射というのを観測して、その内部構造を明らかにすることができます。そして木星では地球で発生する最強の雷のさらに3倍ものエネルギーを誇る太陽系で最強の雷が発生することが知られています。そんな雷によって放たれる電波を探査機ジュノーは観測して、雷が発生した位置を記録することができました。そんなジェミニ望遠鏡の撮影、ジュノーの雷のデータに加えて、ハッブル宇宙望遠鏡が可視光線で撮影した観測データを組み合わせて、この度、木星の嵐と雷の発生メカニズムが解明されたと発表されました。木星の低層には地球のように水と氷でできた雲があります。その雲の周囲では湿った空気があるんですけど、その湿った空気はその木星の熱ですね、内部の方が暖かいんでそれが上昇していくという流れがあるんですけど、そんな熱の流れに乗って周囲の湿った空気が上昇していきます。その上昇気流によって木星版の積乱雲とも呼べる対流雲というすごい高い雲が形成されています。対流の中ではその名の通り湿った空気による対流が起こっていて、その対流によって生じた雷という現象を通じて、その対流雲内部のエネルギーというのを外部に放出するそうなんですね。そういったメカニズムでこの雷というのは発生するということが明らかになりました。そしてこの積乱雲の外側では下降気流ですね、乾いた空気による下降気流が生じていて、その領域では雲が全然ないと、晴れた領域が広がっているそうです。この晴れた領域では、外から見ると木星の内部が見えて、赤外線の熱放射を観測できるということになっています。はい、このように地球の大気のように木星の大気でも、空気が活発に上昇と下降を繰り返すことで、嵐とか雷といった現象が発生していることが突き止められたというわけですね。今後も木星の謎がどんどん解明されていくことに期待しましょう。それでは今回のニュースはこれまでになります。この宇宙ヤバイチャンネルでは宇宙の最新ニュースとか、あと雑学といった動画を毎日投稿しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。